はい。どうも、こんにちは。沖縄おばです。アイんーがね、気持ちよさそうにしてますね。えー、ポカポカいい天気でございます。はい。皆さん、どうも、こんにちは。はい。えっ、ー、とですね。えー、これね、インディープさんが非常に興味深い記事をあげておりました。はい。何かと言いますとね、こうなんちゃらに貼ってあるグラフについてでございます。はい。 こうなんちゃらに貼ってあるグラフについてです。はい。何のグラフかと言いますとね、例の、例のものを食べてない人の方がね、えー、映っちゃうんですっていうグラフなんですよ。はい。でもね、これ笑えるんですけど、本当に笑えるんですけど、えー、このグラフの単位を見てください。すごいことに気がつくはずです。<laughs> 実際そんな大して変わんないんですよ。 はい。えー、まあ、そういうことなんですね。こういった、なんていうのかな。マジックを使う。そういうものに長けている人が、感度両々になるということなんですね。つまりは。はい。えー、これ、グラフのマジックでございます。えー、単位をね、変えると、ここまでね、えー、ごまかせますよっていうことなんですよね。 まあ、面白いことじゃゃ面白いことです。はい。えー、でもね、このグラフもね、もうすぐね、役に立たなくなりますよということを言っております。はい。えー、ね。はい。えー、インディープさんは。はい。なぜかはわかりますよね。はい。えー、食べちゃった人の方がね、えー、断然。はい。断然ね。 全然、あのー、あれになっち、まあれになる可能性が高くなっているということなんですよ、つまりは。はい。えなぜ、この年代の方ですね、いわゆる、あのー、おじいちゃま、おばあちゃまの年代の方ですね。はい。の方、あのー、まあ、ね、え、バっくんばっとね、三つも四つも食べちゃってますからね。はい。 なので、これもね、変わるのも時間の問題なんじゃないかなっていうことです。まあ、しょうがないですよね。えこういう風な手を使って、えー、ごまかすのをね、えー、引き伸ばそう、引き伸ばそうってやるんですよね、向こう側は。はい。まあ、そういうことです。わ、えー、からないようにね、引き伸ばそうっていうことなんですよね。えー、こういうこともね、 手の内をね、私たち知るっていうことも、そこそこ大事ですから。はい。えー、あっち側の手の内を知る。これは非常に大事なことです。はい。こういったね、えー、単位の、単位の、はい。単位をね、えー、こう、なんていうのかな、設定をね、違えるだけで、こんな風なグラフになってしまいますよっていうことなんですよね。はい。 えー、これ興味深い記事でしたのでね。えー、いろんなものに多分これ応用されています。はい。いろんなものに応用されてますんでね。皆さんこれはあ知っておくとお、あっち側の手だということをね、知っておくと非常にためになると思います。はい。えー、こちらのね、記事もね、どっかにぺったんこーってしておきますので、皆さん見に行ってください。 よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。はい、みーたーん。みーたーん。気持ちいいですね。ねえ。はーい。